皆さんこんばんは、京橋細工の野崎と申します。よろしくお願いいたします。本日は芸術文化講座ご参加いただきまして誠にありがとうございます。皆さんご存知のようにコロナ禍でこのとこ2年半ぐらいはですね、無観客、YouTube、オンライン配信そういう形をとっておりましたけれども、まあ、昨今の状況から皆さんにおいでいただいてですね、生で、演奏を楽しんでいただくことが今日はできそうなので、ぜひゆっくり楽しんでいっていただければと思っております。本日はこちらのミュージアムタワー京橋のですね、16階のカフェ、こちらに来ていただいているということでございます。それでは本日のテーマでございます。こと三弦尺八による日本音楽の魅力というテーマでございますが、日本の伝統楽器である琴、三味線、尺八、その 音楽とはどんなものなんでしょうか。その誕生から、現在に至るまで、大切に受け継がれてきた邦楽の魅力を、分かりやすい曲の解説、後ほど演奏していただく方の解説がございます。解説、楽器の紹介もございます。お聞きいただければと思っております。かつて日本人にとってはですね、身近であったはずのこれらの楽器ですけれども、どこから来ていつ流行したのか、今現在はどんな人たちがどんな曲を演奏してまたどこで聴けるのか、こういったこともお答えしていただけると思います。それぞれの特徴や演奏法、また歴史や時代とともに変化していく楽曲のことなど、日本人ならではの感性にあふれた美しい日本の伝統音楽をぜひご堪能いただきたいと思っております。本日ご出演いただく方々 の紹介をさせていただきます。出演はされませんが、この講座のですね、監修をしていただきました、生田流地唄奏曲演奏家であります福田栄華さん、文化庁芸術祭優秀賞、史上最年少賞ですかね、受賞、伝統文化ポーラ賞受賞、文化庁文化交流史、交流史歴任されています。三つの根会の3代目の家元でいらっしゃいまして、日本三曲協会の常任理事、生田流協会の常任理事でいらっしゃいます。一人目、演奏家の一人目ですが、琴と三弦の演奏、大島敦子さん。2007年に国際交流基金主催の福田千恵子、現在栄華さんですね、アンサンブルでアメリカの南部の巡演、それから2010年の上海国際博覧会、世界発信する日本伝統芸能の現在、これに参加されております。そして現在は公益、社団法人日本作曲協会生田流協会の会員でいらっしゃいまして、三つの根会幹部として演奏活動、それから教授活動に励んでいらっしゃるほか、学校教育の指導にも精力的に取り組んでいらっしゃいます。お二人目ですね、琴三弦の演奏、久松彩子さん、長谷兼業記念全国邦楽コンクールの優秀賞受賞、兼順記念全国奏曲コンクールとの金賞受賞、あと令和即位の礼の内閣総理大臣夫妻主催の祝賀会での演奏もされています。現在は日本三曲協会の会員、それと和洋河野大女子高等学校非常勤講師、聖波邦楽会大使館、演奏活動のほか、テレビ、FM、CM 収録も多数なさっていらっしゃいます。それから3人目、尺八演奏家の遠藤玲翔さん、金古流といいますかね、金古流尺八、こういった古典を中心に演奏活動を行っていらっしゃいまして、尺八聖館この数少ない伝統的な生還法、それを継承し、
自然素材にこだわった尺八作りを行っていらっしゃいます、現代邦楽研究所研究科卒業とここに書いてあります。それで現在は、令和5回師範五段金庫湯協会の理事、日本産業協会コムソ研究会の会員でいらっしゃいまして、練馬区の伝統工芸会員の巡回員でもいらっしゃいます。こういった皆さんに演奏をしていただく予定でございます。あ、それから今申し上げた、ご説明申し上げたのはお手元のプログラムに詳細書いておりますので、そちらでまた詳しくご覧ください。それではここから、お願い、演奏家の方にスタンバイの方をお願いしたいと思います。それとお手元のプログラムのですね、最初の方に、今日は6曲演奏していただきますので、その曲名が、それから作曲の方のお名前が書かれておりますので、そちらも参照いただけるとありがたいです。それではここからはお願いしてもよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ありがとうございます。ご紹介に預かりました。私は、今日は琴を演奏します大島敦子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、三曲という言葉、皆さんご存知でしたか。ちょっと聞き慣れない言葉だと思いますが、三曲というのは日本の音楽のジャンルの一つだと思ってください。お琴、三弦、私たちは三味線のことを三弦と呼びます。で、三弦、尺八、それに胡弓など発祥はそれぞれ違うんですけれども、江戸時代、同じ時代に大きく発展してこう全国に広まって人気を博した楽器たち、その音楽をぐるっとまとめて三曲と呼んでいます。一番古い曲ですと、江戸時代初期の曲、そして新しいのはもう現代、今現在こう作曲されている曲もこう交えて含めて全部3曲です。お琴の独奏であっても、三弦とお琴の合奏であっても、尺八のソロであっても、琴三弦尺八の合奏であっても、全部3曲と呼んでいます。少しでもこの3曲という、音楽に親しんでいただけたらいいなと思って本日やってまいりました。さて、最初の曲をお送りしたいと思います。桜桜、そして新仙町舞曲です。桜桜は日本の古謡と言われてます。作者は不明ですが、昔から歌い継がれてきた桜桜弥生の空はのフレーズ、皆さんもご存知だと思います。桜が咲き始めて香りがしてきた、さあさあみんなで見に行きましょうという、皆さんそういう気持ち分かりますよね。そして、新仙町舞曲は、新仙町の新仙というのは、日本式のこう音の名前の呼び方と申しましょうか。どの音、西洋の音楽でいうどの音が新仙です。その新仙でこう基調として調弦をした曲の曲なので、新仙町舞曲。この曲3章に分かれておりますが、その中から羽根つきをお送りいたします。お正月こう楽しく羽根をついて遊んでいると、ついついこう一生懸命になってしまったり、日が暮れて、あ、寂しい時間になっちゃった、でまた次の日元気よくこう羽根をつく、そんな様子が描かれています。ちょっとね、今日は難しいかなと思っていらっしゃること方も大勢いらっしゃると思いますが、こんな日本人のこう古くからこう伝わる身近な題材もこうお琴の曲3曲の中に描かれていますので、どうぞ親しんでいただけたら幸いです。ではよろしくお願いいたします。
桜、そして新選調舞曲でした。お琴の音色いかがでしたか、ね。そうですね、桜から新選調舞曲になるときにこの白いパーツ、これを動かしていたのをご覧になりました。はい、それがこのお琴という楽器の一番の特徴ではないかと思います。今のパーツ、糸を乗せていた白いものはお琴の柱と書いて琴地と言います。兼六園に琴地灯籠というものがありますけれども、それはこの形をしているということで、一番有名な琴地がそれかなと思うんですけれども、この琴地、それが動くということがこのお琴という楽器の一番の特徴というのを一つ覚えてください。それでですね、この琴地の役割は弦の音程を決めることになっています。で、この前にあるお琴と後ろにあるお琴、ちょっと聞いてください。ちょっと音の高さが違うの分かりますか。で、このようにお琴は同じ大きさの楽器でもこの琴地の位置によって高音域の楽器になったり低音域の楽器になったりします。それも特徴の一つです。そして、この材料は霧でできていまして中は空洞になっています。ちょっと叩いてみます。響きますね。コンサートのホールなど天井がギザギザになってますよね。それと同じ仕組みでこのお琴の胴の後ろにはこう音が響くような工夫がされています。で、弦の数は13本、で曲ごとに調律をして演奏をする楽器です。まず弾き方なんですけど、右手にはこの親指、人差し指、中指に爪をしてこれで弦を弾きます。そして人差し指、中指も使ってシャシャテンなどこんな響き、そしてはい、これはもしかしたらお琴と知らずに聞いてる方も大勢いるんじゃないかな。アニメなんかでもこう効果音として使われているような技法ですね。はい、左手も使います。で、お琴は弦が13本しかないので、音楽に必要とされている音1オクターブの12個あるんですけれども、その中から曲に合わせて5つの音を調弦しています。それなのでこの足りない音、この弦の上ではない音があるんですね。そういう時はどうするかというと、このように琴地の左側を押して音程を変えてない音はシュッと作るという楽器です。右は演奏して左手はこう音を作っていくような仕組みになっています。そして、次は八橋健尿作曲の6段の調べをお送りします。この6段の調べ、八橋健尿は江戸初期の人物です。お琴を現在の形に定めて平調子という基本的な調弦方法を決めた人物で、お琴の奏曲の創始者と言われています。それまで、お琴という楽器はいろんな楽器の伴奏の楽器の一つであったり、歌の伴奏楽器であったり、その楽器独自の音楽というのはなかったんですけれども、八橋健尿はこの6段の調べで純粋な器楽曲、楽器だけの曲を作りました。それもお琴の新たな一歩だったと思います。江戸初期の響き、6段の調べ、どうぞお聴きくださいませ。
クラルの調べを聞いていただきました。次に尺八を紹介いたします。私は遠藤玲翔と申します。よろしくお願いいたします。皆さん尺八というと虚無僧を思い浮かべる方いらっしゃると思うんですけども、実は虚無僧が生まれる前、1000年ぐらい前から古代尺八というのがあります。こういう形をしています。でこれは7世紀に唐から伝わったもので、当時は雅楽の楽器として吹かれていました。でその後、10世紀頃には廃れてしまったので、日本にも9本しか残っていません。そして15世紀頃になると、こういう形の人よぎりという尺八が登場します。でこれは武士の間で吹かれていたりとか、当時、人よぎり独自の曲があったり、流行り歌なんかも吹かれていました。でその後、16世紀の後半ですね、にこういった「フケ尺八」というのが登場します。フケというのは「フケ宗」という禅宗の一派なんですけども、その僧侶が虚無僧と呼ばれています。だいぶ今の尺八と形が近づいてきたんですけども、これから、明治になってからですね、フケ宗が廃止されてしまい、その後楽器として尺八が広く一般に広まったんですけども、それから尺八も改良されて今のこういった形になっています。昔のフケ尺八というのはなんか竹の節を抜いただけなんですね。なんか中がすごいシンプルな作りなんですけども、今の尺八は中に漆器と同じようにトノコと漆を混ぜたものをつけて内径を整形して、音量が出るようにしたり音程を調整しています。尺八は、指穴が前に4つと後ろに1つで5個しかありません。で穴が少ないんですけども、首をこう上下に動かしたり指をこう半回にしたりして間の音を作っています。首振り三年という言葉をよく聞かれたことある方いらっしゃると思うんですけども、首振りというのがこの上下の動きと、それから横に振るのがあって、音にビブラートをかけることができます。これを首振りと言います。そして、本当はですね、首振り三年の後にコロ8年というのがあるんですけども、コロコロという技法があります。こういうコロコロとした音なんですけども、コロ8年といっても8年尺八を吹いていてもなかなか難しい技法になっています。で次に演奏いたします真の巨礼という曲なんですけども、そういった技法がたくさん入っています。そして、巨礼というのはですね、もともと礼の字が鈴を当てていたんですけども、説法をする際に鈴を鳴らしていて、その音を尺八で表現した曲になっています。それではお聴きください。
皆様こんばんは、久松綾子です。先ほどは演奏を聴きいただきありがとうございました。ここからは、琴の、先ほど奏法とか のお話がありましたので、歴史のことや画奏のことについてちょっとお話をさせていただきます。で、先ほどの6段の調べは純粋の琴だけの音楽として成り立っていまして、その他にもあの時代は琴組歌といって、お琴と歌だけの独奏曲っていうのが作られていました。ただその後ですね、三味線という楽器が非常に江戸時代流行しましたので、その影響をとてもお琴が受けました。で、お琴には2つの流派があって、生田流と山田流があるのですが、関西系の生田流はその三味線音楽、三味線の曲が元の曲としてありまして、作られまして、それにお琴の手付けというお琴の音楽を半ば伴奏のようにつけるっていうスタイルがとても発達しました。なので三味線が主で、その後にお琴の曲があるっていう感じですね。で、100年後に江戸で流、発達した山田流というお琴の流派は三味線音楽の影響をとてもよく受けてまして、人形浄瑠璃、お三味線に語る方がいて、お人形がこう動くっていう、あの音楽や、あと長唄ですね、歌舞伎の後ろかなんかで演奏される曲なんですが、その影響をとても受けた、ものが山田流の奏曲です。で、これが江戸時代いっぱい続くんですけれども、そこで明治の時代になりまして、新しい時代が来たということで、今度明治新曲というジャンルが生まれました。で、これは明治は明治時代の明治ですね。で、新曲は新しい曲と書くんですけれども、なんて言うんでしょう、とても明るい音楽なんですね。明治の時代にあったというんでしょうか。で、西洋音楽や中国の音楽の影響をとても受けた長弦、この音階ですね、それが特徴です。で、今から聴いていただく嵯峨の秋という曲も明治新曲の代表的な曲なので、ちょっと1から金まで音を出してみてください。ちょっとさっきの6段とは違うと思うんですよね。で、これは明治時代に民進楽っていう音楽がとても流行りました。民進楽っていうのは中国の民とか秦の国ですね、その音楽なんですけれども、その影響を受けたので、こういうふうに明るい曲調の曲が作られました。で、この曲には歌詞がついて歌がついています。で、皆さん今お琴っていうと歌を歌うっていうことあまりご存じない方もいらっしゃるんですけれども、もともと八つ橋の時代からほとんどの曲は歌がついています。で、歌詞も、おめでたい言葉を並べた曲とか、あとは名所、各地の名所や風景を読み込んだ曲などがあるんですけれども、文学との結びつきもとても深くて、例えば古今集などの和歌をそのまま歌詞にしたっていう曲もありますし、あとは伝説をテーマにした曲、または、物語、例えば源氏物語とか伊勢物語とか、あとは平家物語とか、そういう物語ものを題材にした曲も数多く作られました。で、あとは能楽の歌いをそのまんま歌詞にしたという曲もあります。で、今日の曲は、平家物語から題材を取ってます。古豪の局という方がいて、時の権力者の迫害を受けて嵯峨野に逃れるんですけれども、その逃れた古豪の局を探しに帝の家来が嵯峨野を散策して古豪を見つけるっていうのが歌詞の、題材になっています。それでは嵯峨野の秋をお聴きください。
明治新曲の嵯峨の秋でした。これからはですね、明治新曲その後の流れについてちょっとお話をしたいと思います。で、明治が終わりまして、今度大正昭和にかけては新しく新日本音楽運動という、運動が起こりました。三曲会で何かというと、この日本の伝統を踏まえながら西洋音楽だとかいろんな音楽を取り入れて新しい流れを作ろうというのが、この運動です。で、その代表的な人物として挙げられるのが次の曲春の海の作曲者である宮城道雄です。で、宮城道雄はもう幼い時に目を患いまして、見えなくなってしまったんですけれども、とても感覚が優れている人で、14歳にして初めて作曲をする。その曲は今でも私たちよく演奏する水の変態という曲なんですけれども、これをはじめ、数々の曲を作るとともに邦楽界にとって画期的なことをたくさん、成し遂げた人でもあります。まずは楽譜を出版した、あとは西洋音楽を初めてお琴で弾いてみたっていうのと、西洋音楽の音階を使って曲を作ってみた、あとはラジオの放送をした、あとはレコードを出した。今ではまあ当たり前なんですけど、これを初めてやったというのが宮城道雄です。で、もう一つ新しい楽器を作ったっていうのがこの人の特徴なんですけれども、大きな功績です。十四弦といいまして、この今の琴はちょっと高めの音域なんですけれども、これではなくてもっと低い音域が欲しい、バイオリンに対するチェロやコントラバスのような音が欲しいということで、十四弦という曲を、ごめんなさい、楽器を作りました。で、この春の海なんですけれども、昭和7年に宮城道雄が瀬戸内海を旅した時の風景を描写しています。お琴では波のゆらゆらというような波の漂うような感じ、尺八は船歌、陽気な土地の人の船歌や小鳥のさえずりなどを模して作られたと言われています。それでは、春の海をお聴きください。
聴きいただきました、いよいよ最後の曲になってまいりました、その前にもう一つ楽器を紹介したいと思います。今音が聞こえてきますね。三弦です。この三弦は1500年代半ばに、沖縄の三線が大阪に伝えられて、そこで琵琶法師がその三線を手にして、この今の形になったと言われております。琵琶法師が手にしたせいでしょうか、バチを使って演奏いたします。この皮が張ってあるところが胴、そしてこの長い棒状のところが竿、そしてこちらこう3本出てますね、これは糸巻きです。そう、三弦のこの胴の一番端のところから、三弦は、まあ、弦が3本なんですが、ぐーっと糸を張って、この糸巻きのところでこうくるくると巻いて、こう糸を調整します。そう、バチですね、これがバチですね。バチを持って弾いて、この竿のところの勘どころを押さえることによって、こう音程を決めます。ではちょっと音を出していただきましょうか。大丈夫ですね。またお琴とは全然違う響きかと思います。はい、でバチでまず弾いていただいたので、はい、次はすくう、もう一回すくってみてください。こんな弾き方や、そして左手で弾いたり、弦を弾いたり、いろんな奏法があるんですけれど、そしてすり手といって、これがまあ何て言うんでしょう、三弦の味というんでしょうかね、こう音色の特徴にもなります。ちょっとやってみてください。弾いた音をこう指をすることによって変化させる、これはね、西洋の楽器にはあまりない仕組みだと思います。これもやはり日本人の琴線に触れたのかなと思う楽器の一つですね。はい、それでは松竹梅の準備をさせていただきたいと思います。松竹梅、おめでたい曲として江戸後期人気を博した、曲でございます。江戸後期になると、それまでお琴はお琴、三味線は三味線、尺八は尺八と活動していた演奏家たちがこぞって合奏を始めたようです。その中で盛んに合奏されたようです。松竹梅は、まあ、日本の吉祥、吉祥っていうんでしょうかね、おめでたいものを歌った曲。松は常にいつでも緑を保ち、竹はその成長力、そして梅は寒い冬を越えて初めて咲く花。ああ、もう春が来るんだなと思う、そんな花でございますね。それらのおめでたいものを並べて曲にしました、はい、それでは松竹梅、江戸後期の作品でございます。どうぞお聴きください。
上をもちまして本日の演奏は終わりにさせていただきます。皆様ありがとうございました。大島さん、久松さん、遠藤さん、どうもありがとうございました。分かりやすい解説と素晴らしい演奏、本当にありがとうございます。スライドにありますように、11月日本刺繍、12月が、アートの価値、コレクターの側から見たアートの魅力ですね、売り手とコレクター両面、それから1月がですね、デザインとアート、佐藤拓さん、グラフィックデザイナーですね、方に来ていただきます。2月が歌舞伎の世界ということで、衣装関係、そして3月はコーヒーのベーシック講座ということで、スペシャリティコーヒーの味わい方、このように、の講座を計画しております。詳しくは京橋サイクのホームページをご覧ください。それから今までのアーカイブも YouTube でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。本日はご来場いただきましてありがとうございました。また今後も京橋サイクの芸術文化講座、どうぞよろしくお願いいたします。